わーってこんばんは。こんばんはーってこんばんはー。もうすぐ誕生日なんで、そうなんです。その次の日誕生日なの。おお、お誕生日連番ですね。16か。じゃあこんばんは、こんばんは。彼の真似してピンクブラウン染めた。ええー、やった。こんな感じの色になりました。こふんわ。さっちゃん出てくれてる。ちょっと置いといて。あかんねんって、ここ置いたら。ここからそこのテーブルの上置いといて。後でにしてよ。リップの色か。リップはいつも通りペリペラの05番。どうしたのチェリー。生誕祭の日が誕生日です。あ、20日20日ですか。やっと今月やるね。先月会われへんかったもんな。あのね、みんなに会えるのを楽しみにしてます。明日もね、来てくれるかな。20日がお誕生日お祝いしてもらう日で、それの前ラストなんですけど、ナンバーライティ公演です。声出し解禁されて、あ、昨日ね公演見てました。そしたらなんか皆さんのコールがすごくて、すごい懐かしいなーっていう気持ちと、めちゃくちゃ楽しみな気持ちでいっぱいになりました。なので明日楽しみにしてます。コールしてもらえるかな。みんな来てくれへんかったらカレンコールなくなっちゃうから、みんなカレンコールしに来てんな。 誰も言ってくれへんかったら悲しい。こいとつなげるわーって、よろしくー。彼のお祝いの日やな。来てー、カレンコールしたいわ。来てよー。こんばんは、こんばんは。お話し会の受付も始まりましたね。明日のお昼12時までなんですけど、ペケポン1つ増えました。ありがとうございます。握手会ですね。4月29日の第4部がペケポンになってました。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。ぜひ皆さん、大阪インテックス大阪56789部待ってます。そして6部はピンク連番企画もあるので、初めて来るよって方もぜひピンクのアイテムを持ってお気軽に会いに来てください。他の日も大歓迎です。ミニスカタイトワンピースおすすめとなっております。そして個別写メ会は次の日ですね。4月30日、同じ場所、大阪インテコス大阪さんであります。4部から9部。たくさんたくさん会いに来てください。よろしくお願いします。来てねー。どっちのイベントもめちゃくちゃ来てほしいです。そしてオンラインお話し会はね、いろんな日にあるんですけど、オンラインならではのどこからでも参加いただけますし、こんだけ日程があるのでたくさん取っていただいて、ぜひいろんな日、長い時間オンラインでお気軽にお話できたらなと思っております。ポチポチしてくれますか。4月22日も残り5部6部7部8部、22歳にゃんにゃんお祝いしてね。そして次の日23日は4号6部7部8部がまだ空いております。ティアラをつけて、ぜひ今回のアルバム「ダン」の選抜に選んでいただけたことをお祝いに来てください。で、カランは次のシングルで選抜復帰を叶えたいので、前回シングル選抜から外れてしまったので、まだシングル選抜復帰を叶えることができてないので、次も選んでもらえるように、そして序列を少しでも上げられるように、もっともっと前に行けるように、ぜひね、皆さんが会いに来てくださるパワーがとっても大きなパワーになるので、一つでも多くたくさんお話だったり会いに来てくださると、とってもとっても嬉しいです。よろしくお願いします。オンライン投げます。よろしく来てー、来てほしい。
願いします。近藤選手は好き、皆さん好きですよ。でもすごかったですね今日も。あれやこんちゃんさん、こんちゃんさん、バッチの人、うん、バッチ出た人、ガチガチャ出てない、あれ岡本さん。少しやけど追加ポチポチするね、ありがとう、待ってるね。今日ショップ行って誕生日メッセージ書いたよって、ありがとう、嬉しい。ん、うん、握手と写メ会は撮ってるよって、ありがとう、もっと撮ってもっといっぱい会いに来て、いっぱい写真撮りましょう、待ってます。ぜひね、初見さんとか話したことないよって方もお気軽に来ていただいたら嬉しいです。なんか喋りにくそうって思われる方もいてるんやけど、きっとカレンとお話は楽しんでいただけるのではないかと自信を持っていますので来てください。うん、なんかピロピロしか言ってくれなさそうとかね書いてあるの見たことあるんですけど、意外と喋るので、もちろんピロピロもしてほしいけど、全然お気軽にね、何でも楽しくおしゃべりできたらなと思っているので、お気軽にちょっとでも気になってくださったら来てくれたら嬉しいなって思ってます。お話ドキドキです、ドキドキ。まあ何人くらいの方が見てくれてるかな、あ、投票モードにしてたら何人の方が見てくれてるのか分からんねんな。湯浅さんすごかったよね、すごかった、すごい。もともとさ野球がめちゃくちゃ詳しかったわけじゃないけど、この WBC を見てどんどんちょっとずつお勉強してます選手の皆さんのお名前とか、そうオリックスさんの時もね、そうなんよ、日本シリーズとかね、もうどんどん夢中になればなるほどじーって見ちゃうから覚えれるから、 WBC でもねどんどんいろんなすごい選手の皆さんのお名前をもっともっと詳しくなれたらなって思ってます、お勉強してます。だからめっちゃ目見開いてたらさ目カピカピになっちゃった。こんばんは、こんばんは。カレンタンに先手取られると喋れなくなるぐらいなのでたくさん剣取りましょうってつけてるそうやで、カレンにもう勢いを取られたら皆さんのペースに戻すことはできないのでいっぱい長時間取ってたくさんたくさんたくさんおしゃべりしてくださいますととっても嬉しいです。あ、ガールズページの感想を言ってくれてる、ぜひお話し会でも聞かせてね、嬉しい。このページお気に入りとか見せてくれたら嬉しいな。野球のお話しに行くね、来て教えてください。彼は今このユニフォームを着ております。これでしょ、じゃあ見えか、今日ね、あの今日は大変な一日でした。じたくさん撮ってるよって、ありがとう、嬉しい。一回喋るスイッチ入ったらそうやね、止まらなくなっちゃう、なんかわーって喋りたくなる、なんかなんていうの、トークが浮かぶと止まらへんくなっちゃうし、時間制限あるから早喋らなと思ったら余計止まらへんくなっちゃう。伊藤選手はビッグボスのチームも出てくれた、フォークシーズファイターズさんってことですねぶちかましピロピローって聞いてる嬉しい。七中さんかな、話しやすいの本当ありがとう、ほんま
ありがとう、そう言ってもらえて嬉しい。キツネダンスしてって、キツネダンスしたい。ポンポンタヌキさんもしないとね。栗山監督もビッグボスさんの前の監督だ。そうなんや、勉強になります。どう、ユニフォーム着てます。でもなんか街梅田か、梅田行ってもね、ユニフォーム着てはる方とかいて、すごい盛り上がってるなーって今日思いました、感じました。すごいよね、めちゃくちゃ盛り上がってる、いいですね。こんばんはって、こんばんは。ユニフォームに合ってる、ありがとう。嬉しい。梅田のポスター今日見てきたって、ありがとう。はーい、ね、みんながあのツイートとか載せてくれてるのすごい嬉しいんです、見てます。ぜひね、1週間限定なので、皆さん12日までにいっぱい大きい、本当になんか思ってたよりも大きく映ってて、すごく嬉しくて、それがなので、ぜひ皆さんもね、行けるよって方は行っていただいて、一緒に写真とかたくさん撮ってくださったらなって思います。見てきてほしい、ありがたいよね、あんなに大きくね、いつも見る壁に自分がいるって、すごく嬉しい。梅田と心斎橋にあるので、ぜひ見つけてください。見つけたよ、報告待ってます。関東にも連れてきてください。そうやんね、そうやんね、見てほしい。なかなか来られへんもんね、遠かったら。梅田の人いっぱい通るとこにいるの嬉しい。そうそうね、レハリさんの時もそうやったんやけど、あそこめちゃくちゃ人通る場所やから、ありがたいなって思いつつね、NMB に加入したからありがたいなってすごく思います。経験できてることなんやなって。めっちゃ目かゆい、花粉症やなこれは。みんなも花粉症。心斎橋見てきた、ありがとう。ぜひ梅田もあるから、皆さん梅田も心斎橋も何か近くで行かれることあったら行ってほしいし、はるばる行ってくださるのもとっても嬉しいので、報告待ってます。こんばんは、こんばんは。どんどんみんな来てくれてるかな。そう、近々ですね、皆さんに嬉しいお知らせがあるので、ぜひオンラインお話し会、握手会、写メ会、いっぱい撮っててほしいんです。ひそひそ、こそこ、こそこそか、ひそひそとこそこそってちゃうんかな。リップの色が近い、今日めっちゃリップの色褒めてもらえるけどね、いつもと一緒なんです。ペリペラの05番どうしたのチェリーです。可愛いよねこの色、使いやすいよ。お知らせ楽しみって書いて、そうなんです、これも早言いたいんです。だからそれのこともぜひ後々ね、感想とかを聞きたいので、たくさんお話し会だったり会える時間をたくさん取っててくださったらなって思ってます。な、写メ会足らへんでって、写メ会もいっぱい撮っててほしい。どんちゃん騒ぎしましょうって。なあ、どんちゃん騒ぎしてくれるかな、かゆ。めっちゃ気になるやんって言ってる。そう、3年からも早言いたいけど、もうちょっとの我慢やから、みんな待ってて。これしか言われへんな、うん。ぜひ皆さん、オンラインお話し会、握手会、写メ会、たくさん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 撮っててください。絶対って
待てないって言ってる。わかる。そうよ。でもこのせっかく嬉しいお知らせをね、なんか解禁されるまでに言うのも違うと思うし、バレたらバレたで彼はちょっとショックな気持ちになるので言わない、絶対に皆さんに言わないようにしたいので皆さん待っててください。報告待ってて。準備万端で。そう、本当にそうやってね報告できることがあることが今すごく嬉しくて、それがまたモチベーションになってるので、ぜひ楽しみに皆さん待っててほしいです。気になるって言って、彼はもう言いたいね、みんな意地悪してるんじゃないやで。彼は言いたい気持ちでいっぱいですので、ぜひ待っていてください。明日のお昼12時までオンラインお話し会、写メ会、握手会受付中となっております。ぜひぜひたくさん会いに来てください。オンラインお話し会は4月22日と23日が、ね、集中たくさん来てほしいでですので、22、23日来てください、ね、いっぱい来てくださいね。そして誕生日、うん、誕生日とアルバムありがとうと、この日にもぜひねお知らせピロピロのことも聞きたいですし。あとはね本当に結構もう時過ぎちゃったけど、リプリプルの MV というすごい嬉しいお知らせもあったので、ぜひリプリプルの感想も直接オンラインお話し会で伝えてください。5月14日789部、そして5月の27日789部、27日の方はおでこ出そうと思ってるので、ぜひぜひよろしくお願いします。来てほしいですね。オンラインお話し会でももっとペケポン出たらなって思っているので、ぜひ来れるよって方は追加ポチポチ。集中攻撃デーは4月22日23日となっております。明日はねナンバーライティ公演に出演させていただきます。韓国戦気になるね、 WBC 気になるけど、でも公演もね楽しみなので思いっきり楽しもうと思います。意外とねナンバーライティ公演久しぶりなんです。2週間ぶりくらいなのかな、意外とちょっと空いちゃったのでドキドキなんですけど、でもコール解禁されてから初の公演で本当に昨日見ててワクワクしたし嬉しいなって、楽しみな気持ちがいっぱいなので、明日カレンコール聞けるのを楽しみにしてます。でもねお祝いの日とか近いからあんまりみんな投げてない感じかな、もしかしたら。でちょっとそわそわ、あ大丈夫かなって心配しつつ、でもそれでも来てくださる方がねいてるっていうのもすごく嬉しいので、明日も全力で楽しみたいと思います。こんばんは。こんばんは。でね今オンラインお話し会に紹介したんですけど、まだ大阪の方の個別握手会と写メ会の受付もしております。4月29日大阪インテックス大阪さんで土曜日にあります。第4部ペケポンありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです。今日ね増えたんです。どうもありがとう。ちょっとこの調子でこの握手会、直接会える握手会のイベント、もっとペケポン増やしたいです。なのであとは5部がミニボトムスとニーハイブーツ、6部が連番企画ということでピンク色のアイテムだったり、あとはもう間もなく生誕ティーも発売されるかなと思うので、ぜひ生誕ティーも着てきてほしいですし、もし手元に届かなかったっていう場合とかは、ね、何でもピンク色のもの持ってきてもらったり、過去のピロピロティーだったり、
ね、大歓迎ですので、ピンクのものを持って来てください。お待ちしてます。7部は春コーデお楽しみに、8、9部がミニスカタイトワンピースおすすめとなっているので、8部9部もおすすめですし、最後まで一緒に楽しい時間を過ごしてくださいますと嬉しいです。で、次の日30日日曜日は同じ場所、大阪インテックス大阪さんで個別写メ会があります。そしてね、お衣装は NMB48 の衣装さんが準備してくださるということで、ね、全部の部同じお衣装になっちゃうんですけど、でもたくさん部をいただけているので、ぜひ皆さんたくさんの部来てくださいますと嬉しいですし、わっ、写メ会の4部もペケポンだったはずですよ。嘘、本当、嬉しい。あ、これここ間違っとるんかな、ほんじゃこっちもかな、両方かな、両方かな、嬉しいどうだよ、嬉しい。なのでぜひ写メ会ね、写メ会も握手会も約3年半ぶりのイベントとなっているので、なかなか直接話せること少ないので、この2つのイベント大阪でのみの開催になるんですけど、来てほしいです。ペケポンやでーって来てる。わ、ペケポンセントナーホンダ、ありがとうございます、嬉しい。ちょっとね、あー、写メ会はあんまり売れてないんかってちょっとショックだったんですけど、今聞いてめっちゃ元気になりました、嬉しい、ありがとうございます。皆さん4部かな、4やんね、嬉しい、ありがとうございます。4ピケポン、ピケポン書きました今書いた、ありがとうございます、教えてくださってありがとう。わー増えた、ほんまに嬉しい、皆さんのおかげで一つペケポンにまたなりました。今回の受付で2つなったんやね、ありがとうございます。ぜひね、ちょっと嬉しい、本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですけど、このいい勢いに乗って残りの5、6、7、8、9部も皆さん両方2日間ぜひたくさんたくさん来てください。もう絶対ね、シングルの選抜復帰を叶えたいですし、まだ叶ってないので叶えたいですし、やっぱり序列がね崖っぷちなので、もっともっと前に、そしてジャケ写にも MV にもテレビにももっと前で映りたいですし、あとはね、やっぱりこのイベントを皆さんとも本当に心の底から楽しみたいので、ぜひたくさん会いに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。めっちゃ楽しみなのね。どれも1日ずつしかないから、関東で1日、関西で1日で、写メ会も1日しかないので、皆さんといっぱい写真撮ったり、お手でにぎにぎしたり、オンラインでいっぱいね、頻繁にテレビ電話したりできるの楽しみにしてます。そしてね、まだその受付中にお知らせがありますっていうので、リプリプルの MV のことがあったりだとか、いろいろ嬉しいお知らせもあったんですけど、また最近ね、ありがたいことにお知らせできることが増えたので、ぜひ皆さんにその感想を聞きたいですし、みんなからの反応も楽しみなので、ぜひまた少しでも多くぼちぼち追加してくださいますと嬉しいです。その話をできる日を楽しみに、ね、皆さんにお知らせできる日を楽しみに今モチベーションで頑張っているので、ぜひ皆さんも楽しみに待っててくださると嬉しいです。試しに行こうかなって、来て、お気軽に来て待ってます、来てほしい、全力ポチポチするわ、私って早く言いたいことがあるので来てほしいな、ぜひ来てね。うん、ガールズペディアさんのアンケート締め切りは4月28日当日消し有効、ありがとうぜひまたアンケートも皆さん書いてください、ゲットしてくれてありがとうございます、ゲットしたよ報告もしっかり見てます。
感想をね、ぜひオンラインお話し会でここのページが好きだよとか言ってくださると嬉しいです。リカワのね曲は、皆さんが好きだなって思ってくださった曲に入れてくださると嬉しいんですけど、カレン的にはなんだろう、やっぱりタイムボムかな。でもね、自分が参加させていただいている曲は全部好きなのでファンの皆さんも悩んではると思うけど、彼もめっちゃ悩みますね。全部なんか思い出があるというか、初選抜の曲も大事だしとかいろいろあるけど、でもタイムボムかな、かな、ね、どれも大切から悩んじゃうね。みんなも悩みそうですね、投票するの。めっちゃ悩んでるって言ってるそうやんね、そうやんな明日の韓国戦も頑張れ頑張れ侍ジャパン頑張れ。気になりますが、でも彼は自分のお仕事を頑張ります、はい、楽しみです。公演も本当に意外とね久しぶりの公演になるのでドキドキ。今日練習してきたけどね、ドキドキですね。そうやね、まだねフル面で披露できてないもんね。確かにそうなんです。そこがやっぱ心残りでもあるし、リカワでね披露できたら最高ですよね。明日行きます。お、ありがとう、カレンコイル楽しみにしてる今から発声練習してきます近所迷惑にならない程度にお願いします。でも嬉しい、みんなの声聞こえる、こうやってしっかり耳に意識を持って頑張ります。ユニフォームみんな見てくれましたか？インスタにも動画載せたりツイッターにも載せたりしてるんですけど、見てくれてますでしょうか？踏んでるでしょ。知ってる、見ましたよ、ありがとう。コメントとかいっぱい待ってます。たくさん拡散してね、いっぱい拡散してね。お耳ダンボにしといてください。しときますしとくわ。ふいちゃん今大きいあくびしたやろ。大きいお口が見えました、目の前で。すごかった、食べられるかと思った。ピッチングフォーム綺麗やった嬉しい、やったね。かゆペロペロがシュキーって書いてる、嬉しいよ。ぜひいっぱいオンラインお話し会、握手会、しゃべ会来てください。ふーちゃんがしゃべってる。 T シャツもいいやん面白い、いつもすぐ気づいてくれるね。フラ、そうフラ、今のはこの中は T シャツです。飛ぶボタンが、いやでもな、ここまでしか映ってないねだから脱いでもなって思っちゃう。こここれだけしてる、さここだけ開けてもじゃない、横浜もうすぐなんですね。そうやで、彼の誕生日が来たら4日後です。おお、ここまでしか映らへんね、ほら1個も字が見えへん。
だから立とうと思って、うちゃらんから。わかる？足が、足が痛いです。しびれちゃいました。じゃじゃーん、ジャパン、アブジャパン、背番号が重要やで。すごいよく知ってるね、この T シャツには背番号があるということ。さあ誰のを着ているのでしょうか。背番号誰でしょうか。このユニフォーム誰のでしょうか。捻挫の具合は大丈夫？大丈夫、うん大丈夫よ、ほんまや。結構ね、捻挫5日間くらい引きずったんですけど、大丈夫やわ、もう大丈夫です。今日練習したけど忘れてたし、痛くなかった。誰ですかね。さあね、また載せますね。そう、正解が分かる動画も今日撮ってきたので、梅田のあの段のね、大きいあれなんて言うんやったっけ、ポスターじゃなくて広告、そんな名前やった、ビッグ広告やった、本気のインスタに違う風に書いたけど、何やったっけな。まあそれがあるんです。なので、そう、そこで今日またこの服に写真を撮ったので、その時にね正解が分かると思います。背番号正面だったらこう分からないよね。すごいよね。ほーって、そういうデザインかーと思って。それは分かんない。うん、ここだって、ここに書いてるもん、数字がな。あ、でも T シャツの方にない。そう、 T シャツは書いてない。背中だけな、うん、袖に書いとったかな。袖も書いてないんかな。書いてない。嘘、ここになかったっけ。ない、書いてないん。そうか、お前は何もないや、ないわ。これもお袖にはない。そうなんです。明日また入るわ、ナンバラ。3日ぶり。お、そっか、ありがとう。ありがとうね、来てくださいましたもんね、 M の公演。ありがとうございます。なのでお楽しみに。このユニフォームもね大事にしてるんです。でもめっちゃマネージャーさんには自慢しました。チカポヨさんにめっちゃ自慢しといた。いいな、うん、すごいって言ってた。ちょっと見てくださいって、で写真を見せた。ゲットしたんです。そう、彼はもうこの 1,2 週間ずっとこれを自慢するって決めてるね。はい、決めてるんです。はい、2週間楽しもうと思います。いっぱい着て大事にしないとね、このユニフォーム、このユニフォームもやし、この T シャツもやし、他でもね買ったんですよ。ガチャもしたし、ガチャガチャして、なんで他も買ったの。タオルだけ。そっか、うん、そうやな、今回はそうやな、買いやんかった。そうそうそう、なんです。出た、ガチャって言って。ガチャしちゃった。でもそうやね、自分で引きちゃったんですよね今回は。なん、そうなの。なので誰を引いたのでしょうか。みんなもしましたか、ガチャ行った方とかいてるんかな。楽しんでるのがなんか嬉しい。そうやね、なんかもうどんどん引き込まれてます。楽しい。全然ね野球に詳しくなかったんですけど、本当にどんどん応援したいっていう気持ちになるし、なんやろ、元気もらえる。不思議ですよね、なんか
元気どうぞってもらってるわけでもないし、ないのに見ててね元気がもらえますよね。不思議。でもそれがすごく楽しくて。山川さんのドスコイポーズ、どうやったっけな、ドスコイ、こっちやねんな、 手こっちにすんだよな。今日教えてはるの見ました、ツイッターで。もう遅いですね時間が。野球好きな自分にはいろいろお話できるから嬉しい。そうやんね、なんか今までのお話し会で意外とそういう話しひんかったもんね。なんか確かに新鮮やし、お話できるの楽しみにしてます。いっぱい教えてください。本当に今まで全然見てこなかったけど、今好きになって、でちょっとお勉強が全然追いついてないので、皆さん初歩的なことからたくさん教えてください。皆さんオンラインお話し会、握手会、写メ会の受付は明日のお昼12時までとなってます。今日のお昼12時にスタートして明日のお昼12時までの24時間限定の受付となっているので、ぜひね今配信を見てくださった方でちょっとでも気になってくださった方は明日のお昼12時までの受付なので、ぜひぜひ受付していただいて、会ったりお話できたり写真撮ったりできますととても嬉しいです。お気軽に来てください。でもし、ね、迷ってはる方おられたら、もちろん4月29日のイベントは全日程来てほしいですし、30日の写メ会もいっぱい来てほしいです。そうですね、ミニスカタイトワンピースもおすすめです。8、9分ね、4月29ので、写メ会はあのお衣装を準備していただけるので、 NM48 のお衣装を着る、そしてその着てる私と写真を撮っていただけるという、私服ではなくアイドル姿で撮っていただけるビッグイベントとなっているので、ぜひいっぱいお写真撮ってほしいです。そしてオンラインお話し会は22日23日が集中たくさん来てほしいデイなので、ぜひ4月22、23日ペケポンがついていない5678部、4567 8部、お待ちしています。またオンラインお話し会でもペケポンが増えると嬉しいので、少しでも多く来れるよって方はお話ししにお気軽にいらしてください。バタバタになっちゃったんですけど、あと1分ということで、写メ会髪型変える予定ありますか？一応ね、多分メイクさんが来てくださるんですけど、メイクさんにしてもらうときはあんまり変えないが主流だと思うので、結構綺麗にやってもらってカチカチに固めることが多いから、あんまり変えれない気がします。はい、っていう可憐的な想像ではそんな予想になってますが、変えれそうだったら変えるけど、ちょっとまだ分かんないですね。でもいっぱい来てくれると嬉しいので、撮ってくださってる方も本当にありがとうございます。楽しみにしてます。もしねまだまだいけるよって方、いっぱい来てくれるととっても嬉しいので来てください。そして嬉しいお知らせもあるので、皆さん忘れず覚えててください。いっぱい待ってます。ありがとう。おやすみ。ありがとうございます。